気ありすぎ。ひどい、今日の鳥羽くんはひどすぎる。考えなしだったかもしれないけど、鳥羽くんの怪我が心配だっただけなのに。アッキー、びっくりした。鳥羽と一緒に帰るのかと思った。なんか元気ない。ちょっと待って。はい、これマンゴー味が一番おすすめだよ。やっとわかった。あの頃にはもう始まってたのかも。ありがとう。二人とも何話してんの？ちょっとコンビニ行ってくる。アキさ、さっき体育用具室まで来た。行ったけど、俺その川といたんだよね。もしかしてまだその川は自分のことが好きだって思ってんの？思ってないよ。でも俺はその川のことが好きだ。コミックス大好評発売中。